から抜きましょう。意外と意識しているのが体に負担かけてる、熱こもってます背中にね。では少し腕を上げましょうね。少し上げて、もう一度離れて。
もういろいろ今ね肩甲骨動かしてますけどね、はい、皆さんやっぱここがねとっても固まってると思うんです。子育てしてたら自転車乗ったり車運転したり全部ここに溜まるんですね。ちょっとここら辺解放してます。じゃあ今度はね両手をしっかりで、この時はもうあの首を長く肩を下げるようなイメージで、はい、上がって腕を上げていきます。肩甲骨くっつけるように、この時は顎を手に入れますね。でもう一度します。鼻から吸ってこのままの高さから吐きながら上に上げます。上がってますね。無理をしないで息は絶対止めないです。じゃあこの高さから鼻から吸って吐きながら上げます。もっともっと肩甲骨つけましょう。いいですか。つらい？大丈夫？つらい？はい、下ろします。ちょっとだるい？もう一度しましょう。鼻から吸って、じゃあいっぺんに上がるところまで行きましょう。吐きながらずーっと肩甲骨を思いっきりくっつけてください。出るかな？感じで。はい。じゃあ10上に上げていきましょうか。せーの。
んけどイライラするし面白ないしとか、逆にもう気が重くて動かれた時は心臓がアップアップしてるんです。その時はどうしようとか思うと、パッとこうやってニコニコしながらプレゼントに。はい、あれ面白い、ありがとう、こっちもよ、笑ってもらったら盛り上がる。ほぐしていっとったら、あ、もしかして腕とちゃうかもしれない。
たら、やったとこはやっただけ運動、ここだけこう剥がすので運動になるんですけど、行き先がないとちゃうとこでまた溜まってそこになります。で、血管やリンパやら中にもあります。これちょっと心臓って見てるんですよ。もうここで喉の音しまってるんですよ。わかるでしょ。で、こうしてずーっとしてこれね、取っていっとっていいです。これはこうしても痛くないでしょ。こうして痛いでしょ。同じ刺激は体すぐ慣れるので、掘り音の時は痛い方痛い方にしてください。皆さんも痛い方痛い方にしないと、なんと脳をしたら体が3日もしたらすぐ慣れますよ。痩せたいな思うとこは違うことする。できる？こっから下から踏まない。痛い方、うん、痛い、こんな感じ。痛い？見つかった。出してます。出してます。はい、そう、このね、新たな刺激、これが大事、好きなんです、新たな刺激。はい、じゃあこうしてね、で、ずっと小指に向けてね、
元気やねんけど、なんかぐちゃ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 にして、なんか笑いたいけど笑えない、切れたりね、なんかねじねじしてたりね、なんかすごい自分が嫌いやったんです、劣等感の塊で、なんでやろう、楽しく生きたいだけやのに、普通に、普通に笑って生きたいだけやのに、どっかでこう、途中でこう、で、悪くなっちゃうんですよ。あれ今私はいいと思ってやってんのに、なんでこんな結果になるんだろうとか、毎回毎回、何をしてもダメで。で、結局、お医者様の一言が言ってやったんですけど、私はすがる思いで、お医者さんとかいろんな人に助けてくれ、助けてくれてたんですけど、結局、自分しか助けられへんっていうのに、まあ、ちょっとふっと気がついて、何や、自分やったら助けれるんだと思って、逆にね、病名がない、もう心身症とか、あのストレス、何のストレスやみたいな、太りすぎ始めて、私ね、まあ、バレたから、とか思ってた体のいろんな病気が、今までやってたことを全部じゃやめて、違うことしよう、これしててよかれやと思って、30品目食べてたから、やめよう。ちゃんときっちり食べて規則正しくしたらいいと思うんだけど、全然マニアでもやめようとかね、全部逆をしていく。で、まあ最終は生きてたらいいじゃんみたいなラインまで落として、子供が0点取ってもよかったね。あなたが頑張ったのな。な。はい、なんでやばい。言って。え？言ってなんかお母さんの話ある？お母さんの話。子供が優香やったよね、お供でいっぱい連れて試験を持って帰って覚えてるでしょうか。あ、でも名前も書いて回答用紙も全てちゃんと書いたけど、素晴らしく0点を取った時はすっごい褒めてくれました。これだけ書いて、これだけ書いて0点を取れるあんたは天才。もう心ひくひくですなって嫌やから、ね、どないしても生きてもらいたくて、おかげでたくましく素晴らしい。ダンス甲子園も出たんですよって。今ダンス の教室もあイオンからじゃないですか、まあね、で、まあ、マスター、あ、ほんで歌出して仕事やあとほんで40で元気だろと思って違うことしたら、まあ、玉ねぎというか、この着ぐるみのなんかあれをバンバン脱ぐようになんかあっちゅうまで元気だったんですね。あれすごい前作やったんですよ。治ったし、ピアノもし、もうあのめまいの身分証とか、あとおちくんとかおじいとかもいっぱいあったんですけどね。髪の毛が なかったりとか、あと腰痛けたりとかね、あっちゅうのなかった。それで、まあ、今もどんどん元気になってるんですね。1ヶ月前よりは今日のだけです。お客様も元気です。で、まあ、45で突然マッサージも何の勉強もしてなかったんですけど、やっぱりこうやって人と会って何か力になれたらすっごい幸せやなと思って、それが幼稚園の教師かなと思ってたんですけど、私はもっとこう3世代4世代の方と出会いたいな、幼稚園の子供のお母さんおばあちゃんと出会いたいなってすごく強く願ってたので、そのための、まあ、ヒーリングとしてマッサージのお店を45で始めました。で、神戸のルミナリエ通りのちょうど真上にあるんですけど、そこで店が10年になりますね。ぼちぼちです。でもぼちぼちやけど自分のしたいことを丁寧に丁寧に過ごしてきてて、やっぱりそれで良かったかなっていうのを思ってるところなんです。で、ルミナリエの頃は夢場に遊びに来てくれました上から景色見ます。あっちゃんも幼稚園の仲間たちとルミナリエ予約の毎年してて、うちでルミナリエの店頭に出るんですね。ちょうど窓からザーッとで、わーって写真いっぱい撮って、鐘の音聞きながら、音楽聴きながらマッサージをして、それで前方に向き合いますはい、なんかこれで自己紹介になったかな、ごめんなさい。というで、まあ、人生はいつからでも今日からスタートできるので、ほら、ですなと思いながら、はい、よろしくお願いします。で、ごめんなさい、途中でした。では今度は手のひらの方をね、今度はこの手のひらやから、この真ん中からいきます。
前方がむっちゃこってるんです。皆さんむっちゃこってるんです。前方。ひどかね。ちょっと顎が詰まってる。そうそうそう。はい。いい感じです。でもちょっとここは揉むっていうのは難しいから、立てていってください。あ、ここはこうやってしごいてるんですよ。はい。で、こうして、今度はまた大事なのが、ここリンパが溜まることですね。今度年取ってきたら、膝曲がる、肘曲がる。もう、万歳でやってるつもりが、万歳になってるんですよね。はい。だから、結構肘って縮むところ。肘を。そうそうそう。ゆうか、ちょっと肘伸ばして。決まってるでしょ。40代です。あら